皆さんこんにちは、アコースフェア奥沢と岡園武彦です。今回のギターレッスンカフェは、ブラジリアングルーヴボサノバで弾くラビンユーをお送りしたいと思います。捕獲派ブラジリアンプレイヤー、岡園くんがブラジル行ってきたんだよね。そうですね、ね、はい、すごいよってね、リオの方まで行って、修行をしてですね、このラビンユーを作ってきたということですので、はい、本当の、 ブラジリアングルーヴで皆さんも演奏できるようになりますので、このビデオを見て勉強してみてほしいと思います。それではまず僕たちによる、デモ演奏を見ていただいて、そしてその後チュートリアル動画を見ていただいて、練習をしてほしいと思います。それでは僕らの、デモ演奏を聴いてください。どうぞ。Thank you.
動画、そしてチュートリアル動画を見ていただきました。いかがでしょうか。それではね、ここでボソノバをよりボソノバらしく弾くためのアドバイスをもらえればと思うんですけど、はい、何かありますか。そうですね、もう結論から言いますと、はいはい、ブラジルに行くのが一番ことになってしまうんですけども、まあ、日本でも、はい、なるべく近い感じはできたらいいかなということで。あ、なるほどね、はい、そうですね、ね、やんばり言ってますけども、ブラジルに行った人間に習うのが一番ということになりますね。ね、まあ、これじゃあ、はい、このチュートリアル動画の意味があんまりないんで大丈夫かな。大丈夫です。でも本当にね、この波のグルーヴ、そういうのをイメージして作るとかいろいろあるんですけれども、細かな部分は本当にね伝わらないので、突き放す言い方ですけども、とにかく僕たちの演奏を聴いて、このグルーヴをなんとか体感してください。そして、もっともっと本格的に分かりたいという人はですね、リオデジャネイロの空気を持つこの男のところのレッスンにいらしていただければいいと思います。それじゃあ岡園君からお知らせが、はい、どうぞ。荻窪のアコースフィアスタジオにて、私の方でボサノバギター、ギターレッスンを開講しておりますので、ぜひ習いたいという方は私の方まで連絡をください。はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、僕が習いたいです。あ、よろしくお願いします。それではまた次回のギターレッスンカフェでお会いしたいと思います。はい、See you next time. Bye bye.